はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵にブレンディスティック、エスプレッソーレ、微糖、そのスティックコーヒーをですね混ぜて飲んでみました。まあ微糖って書いてあるだけあって、若干の甘さがありましたね。ビターチョコレート、コーヒーチョコレートのような、そういう味と香りでした。なかなか上品なスティックコーヒーでございまして、素晴らしいですね。生卵50個との相性はグーでございまして、非常に飲みやすくなっておりますけれども、ということで皆さんは絶対に真似をしないでください。 LINE ニュースで老後は4000万必要なんじゃないかっていう、そういうニュースがありますね。ちょっと前に、まあ、結構前ですか、老後2000万問題とかあって、なんだかんだ老後ってそれぐらい必要なんだなとも思っていたんですが、4000万とかっていう聞くと、なんか逆に怖くなくなりますね。というのも、老後に4000万用意できる人って、まあ、少数派だと思いますので、まあ、4000万って聞いて逆に安心したというか、僕は絶対貯められないですし、で、実際に老後を迎えるにあたって4000万貯めてる人ってあんまりないと思いますから、逆に安心しました。もう怖くなくなりました。まあ、赤信号、みんなで渡れば怖くないっていう言葉もありますけれども、あれぐらいでかい金額をね、言われるとね、もうみんな貯められないと思うと、ちょっと安心しましたね。実際もんでいくら必要なのかってわかりませんが、それこそ今空き家がすごい余ってるって話を聞きますよね。で、袋麺とかって、私は袋麺とかレトルトカレーとかでなんとかカロリーを摂取してるわけですが、今袋麺って安いのだと50円とか60円のがあるわけですよ。で、技術革新が進んで、まあもちろんそのインフレ経済ですから値上がりはし続けるんでしょうけど、技術革新が進むことで値下がり要因もあると思うんですね。まあそれこそ水道水レベルとは言い過ぎかもしれないけれども、水道水に近いぐらい安くなる可能性もありますし、水分摂取に悩むこととか不安になることってないですよね。まあなぜかというと水道水は安く飲めるからですよ。いや、それと同じようにカロリーもものすごい安く摂取できるようになる、そういう時代が来るかもしれませんし、空き家が余ってるということは、まあ、住む場所に困るってことも、まあ、多分ないんじゃないかなと思うんですよね。なので、まあ、必要以上に将来不安を抱えるっていうのは人生の QOL を下げると思いますので、基本的には世の中は良くなっていくだろうと、飢え死にすることは多分ないだろうと思ってですね、ある種こう開き直って生きていった方が幸せになれるんじゃないかなと思っております。はい、ということで現場から以上です。